ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対ドイツ、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。さあ、激闘の幕が開けました。マーガス君、ボールを奪うことができません。逆サイドにボールを振る栗田君、ここから打ってきた。三浦君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。このボールをつなげられるか。ヒューガさん、チャンスが決まった。ナイスプレー。栗田君、スライディングでカット。三崎くん、これは必殺のロングパスだ。瞬速を駆使したボールだ。三崎くん、まずいな。やめたようなセルフィーだ。シュート反応しているぞ。あ、片手で、すごいパワーだ。パントキックで大きく蹴り出した。ヘディングでのパス、ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ナイスプレー。それ、回したぞ。ジャンプ一番、かわした敵陣を引き抜ける。力を貯めて強烈なシュート。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いをうまく抑えた。マサオさん、パスを回す。ダイレクトでパス。さあ、動かないです。タックルが炸裂。全日本、この作戦指示が功を奏するか。松山君、ここは抜かせません。いつまに引き抜けるな。のようなドリブル。これが俺のブルフの結晶。ワイルドイーグルだ。超低空シュート。マガス君、これをブロックに行く。あっと、ブロックを粉砕。ハルドビッヒ君、これはトラップ。ニッタ君、激しいタックル。よし、やめるな。ヒューガ君、ここでタイガー。これがタイガーシュートだ。弾いた。ここでラストハルドビッヒ君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。おっと、奪い返した。さあ、まさか、まさか、ボールは友達、出しません。ナイスプレーだ。翼君、うわ、これはまさかの合体。これが最後の力だ。一気に勝つ。これはボールに飛びつく。強い。これが三浦君だ。パントキックで大きく蹴り出した。松山君、ワンタッチで送る。マサオ、ここは抜かせません。これが妖精の俺たちの力を見せる時だ。ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。かわして振り切った。ジトー君、ここは抜かせません。ストラトス、連続まずい。ドリブルでボールを運ぶ。翼君、あ、このシュート、ネオドライブシュートがネオの力だ。ちょっと、一気にゴールコンビプレーの誕生だ。マイヤー君、これをブロックに行く。そりゃあと、ブロックを粉砕。ハイネ君、ロングパスを受けます。ソリ君、タックルで決めた。それ、ミサキ君、繊細なタッチで返した。持ち前のテクナイスプレーだ。スイッシュだ。翼君、息の合った連携から2人がシュートに持っていった。このシュートを体で止めるつもりだ。パスを回す。松山君、ここは抜かせません。ここでパスカット。やった、奪い返した。全裸行くぞ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼君、これは南米式のドリブルか。ナイスプレー。松山君、
シュートだ。これはブロック失敗だ。パントキック、どこまで運べるか。マーガス君、ロングパスを打つ。かわして振り切った。ハイネ君、妖精のように待った。このスライディングが決まった。俺がさらに突き放してやれ。左へパス、パスを出します。よし、加藤君タックルを決めた。美咲君素早くつなぎます。シェスター君、このパスをカットします。ハイネ君、パスのセンターラインを越えてスルー。石崎君素早くつなぎます。おっと、攻守交代だ。全日本、この作戦指示が功を奏するか。頭とぶつかって、ナイスプレーだ。逆サイドにボールを振る新田君、このボールをコントロール。よっしゃ、ストラヒューガ君スミスイッチ。マガトゥ君、このスライディングが決まった。もうここをすり抜けた。全日本、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。翼君、パスを出します。よっしゃ、よし、これはデモールだ。ナイスプレーだ。行け、チームの王、これがタイガーカップだ。お、たやすく止めた。よし、ここを吸い抜けた。ナックルが炸裂する。それ翼君、センターラインを越えて攻め込む。ナイスプレーだ。うわ、これはまさかの合体。今世紀最大の瞬間、これが最大の瞬間だ。いっけー、いや、このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。止めたー。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。シェスター君、ここは抜かせません。セバサ君、激しいタックル。もう若者たち、渡しません。タックルが炸裂。サッカーは勝った者が強いんだ。見せつけてくるのか。体ごとぶつかっていた。お構いなしに吹き飛ばす。ヒューガ君、ここで見せます。レオタイガーコップ。ここだけで鋭く反応。あ、片手で、すごいパワーだ。パントキック、どこまで運べるか。ハイネ君、妖精のように待った。それ、松山さん、このスライディングが決まった。おっと、攻守交代だ。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。ここはパスを出した。新田君、翼君、これは何です。ボールは友達。やばい。後半戦キックオフ。パスを回す。もらったぞ。シェスター君、パスを出す。よし、ハイネ君、妖精のように待った。スライディングで止めた。ナイスプレーだ。ニッタ君、ここはパスを出した。ヒューガ君、あとドリブルをチャンス。チャンス、いい感じ。ちゃんと一番かわした。ミスだけ、スライディングでカット。ヒューガ君、ここはパスを出した。スライディング、これは南米式のドリブル。ここからチャンス。これは最大限の力を込めたドライブ。あー、弾きます。こぼれたものをものにした。全日本、ここは戻りながらのディフェンス。新田君、ここで奪った。やぶさ、やぶさ、シュートだ。ここでか。三浦君、これはキャッチできない。はい、
ンク、フラトップ、チャージが決まった。決まったんじゃねえか。俺は友達、私ナイスプレーだ。何をしてくれ。ナイスプレーだ。全日本この作戦指示が功を奏するか。三崎くん、持ち前のテクニックを見せつける。パントキックで大きく蹴り出した。中学素早くつなぎます。強引なドリブル突破。さあゴールドです。ヒューマン、ナイスプレーだね。チャージが決まった。スライディングで止めた。ここでパスカット。シュナイダー君、ここからチャンスを作れるか。秋山君、離した。ボールを奪った。妖精の君、ご招待。これが妖精の君。おたけびを上げボールに立ち塞がった。体を張ってボールを止めた。さあさあ注目しないの。これが必殺シュナイダー。止めた。さすが若林君です。見たか、フェイントだ。負けてたわ。ナイス翼。タン翼くん、ボールを渡しまった。ナイスプレーだい。逃げを乗せて最大限の力を振る。全力のシュート。ナイヤ君、このボールに立ちはだかる。これはブロック失敗だ。コーナーから蹴ります。三崎君、蹴り入れます。三浦君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。クリックでパス、チャンスが決まった。横をすり抜けた。ナイスプレー。シュナイダー君、センターラインを越えて攻め込む。一撃、これはナイスファイヤー。狙いすました一撃。これはただのファイヤー。許さん。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。マイヤー君、このパスもカット。ここからは精神力の勝負だ。ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。よし、ハンドリッチ君、もらったぞ。抜かせません。カットして振り切った。もらった。マサオ君、ここで止めた。なんだ、次に回していく。マサオ君、一発のシュートでゴールを狙う。マガツー君、このボールに立ちはだかる。身を挺してシュートを防いだ。見たか、ヒューマ君、邪魔だ。連続と何だと。パントキックで大きく蹴り出した。翼、ヘディングでのパス、ヒューマ君、パスを出します。よし、スケーター一気に攻め込みたいところ。パントキック、どこまで運べるか。このパスのトラップ、鮮やかなジャンプ。シュナイダー君、素早く横のパス。まずい、チャージが決まった。ナイスだぞ。ここはパスを出した。チャージが決まった。全日本だな。この作戦指示が功を奏するか。ドリブルでボールを運ぶ。さあ、おい、まだ守備の体勢が整っていません。ナイスだよ松山君。これは必殺のロングパス だ, スだ。絶妙なコントロールでトラップ。翼君、パスを回す。はっ、舐めるな。ヒューガ君、敵陣を何だと。チャージが決まった。よし、横をすり抜けた。はっ、これが本物だ。スライディングでカット。ドリブルと見せかけてパス。はっ、ここ君、飛び越えた。このタックルは2つに終わります。ここは好きにさせません。全日本、ここで作戦を変えてきました。よし、行け。ここでタイガー、乗れば。ハンク君、このボールに立ちはだかる。ボールの勢いも止められない。パントキックで大きく蹴り出した。ボールを奪った。シェスター君、ボールダッシュ成功。俺たちの力を見せる時だ。ここでゲルマン魂を見させてくるのか。いった。松山君、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。翼君、これは何だ。一発のシュートでゴールを狙う。ウイニングシャッ
ットキック、どこまで運べるか。このパスをトラップ、ハイネ君、ここはパスを投げた。マーナス君、飛んでかわした。ジドウ君、激しいタックル、よらった。鋭いスライディング、左へ預けます。エマラ君、ここは抜かせません。もらった。瞬速を駆使した。そこだ、おっかい、止めろ。よし、ニッタ君、早かったシュートだ。鋭いシュートを放った。このシュートを体で止める。どうだ、もらったぞ。シュートが止める。おっかい、ナイスだ。よし、シュートまでも早かったシュートだ。決死のセービング、ボールはまだ生きている。ハイネ、ここはクリアだ。大きくパス、パスをもらった。ミカか、止められない。いや、くらえ、フィールド。これがタイガーショットだ。体ごとボールにぶつかっていく。引き破りゴール。まさに俺は絶対に負けん。諦めるんじゃねえ。マックス君、このボールをコントロール。パスを出します。全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。